こんにちは吉田浩一郎のやるべきことがあるの時間です、えー、今日はですね、えー、私、えー、一つ本をご紹介をしたいと思って持ってまいりました、えー、この本ですね、えー、人を図鑑見ますかね人を図鑑、えー、清水博さんという方が、えー、書かれている本で、えー、日本の は、えーまあ、離れ小島ですね、辺境の離島、えー、帯を読むと、本邦初のいけない島ガイドブック、えー、遠く離れた小さな島々から今の日本が見えてくるという、まあ、帯のついた本なんですけれども、私も全然知らなかったんですが、えー、この本に私の、えー、東京都議会議員時代の質疑が、えー、掲載されていると。 掲載してくれるなら一言、言あ言、のー、載せてあげたよって言ってくれればよかったのになと思うんですけれども、えーまあ、この清水博さんという方、どんな方か全く存じ上げないんですが、えー、きっといい方なんだろうと信じてですね、えー、ご紹介させていただきます、えー。本当にこの本全然僕知らなくてですね、えー、交換、発刊されたのが、帯、えー、どこだ、えー、2015年の7月に、 え初版が発行されてえ今第6版まででですすねえ出ているらしいんです、まあ、今も売ってるかどうかわからないんですがえこれなんで私知ったかというとですねあのまあえ私ここ23年中野区議会議員をさせていただいているんですがあるえ区役所の部長さんがですね「いや吉田先生吉田先生本に載ってるんですよね」って「えっ?」 吉田先生の都議会の質疑があの本に載ってるんで読ませていただいてすごい面白かったんですよっておっしゃるんで「何ですかそれ」って僕も知らないんで教えてくださいと言ったらこの本を持ってきてくださってですねなんといただきました <laughs> くれちゃいましたすいません部長さんありがたくざきます。でこれをご紹介をいたします。この 人をずろくいけない島々について書かれた30の島を取り上げてですねご紹介されている本なんですね。一番最初は南硫黄島硫黄島から始まってですね沖ノ鳥島とかですね八丈小島とかいろいろちっちゃな無人島とか載ってるんですがこの中で23番というところにですね ベオネウス列岩という島の紹介絶海の奇岩島ですらないちっちゃな奇妙な岩ということですね奇岩この奇岩としてですね6つ紹介をされているんですね沖縄県の男岩それから三宅島の近くの大野原島そしてベオネウス列岩スミス島 ソーフィア、えー、また沖縄・宮古島の、えー、祈願というところなんですけれどもこのビオネース列岩のところ、まあ、なんとご紹介を頂い,いているかというとまず、えー、ビオネース列岩はこの写真にありますこういうところですねじゃん、うん、もう太平洋のど真ん中にですねもう岩がぽつ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 と、えー、波に現れているだけと、まあ、しかし日本の、えー、大切な領土でありまして、うん 了解をしっっかり持てていてですね、えー、まあこの周りは、えー、当然、えー、まあこの島は危険にならないと思いますけど排他的経済水域があるというところでありますけれども、えー、最初にですね、えー、3個の烏ボシ型の岩と数個の岩礁からなっている、えー、近くの海底にあるビオネース海球海のですね海球では金銀銅などを含む海底熱水鉱床が発見され海,底海洋資源として 注目されている19世紀半ばにフランスの軍艦バイオネースが発見したことからヴィオネース列岩と呼ばれるようになったという島ですねでここについて私が下質疑そのまま載ってます、えーまあ、この島のいわれとかいろいろ書いた後にですねこの島の後半 このの文章の後半にですね2012年の、えー、都議会予算特別委員会では当時の石原都知事に対してビオネース列岩の名称変更やビオネース列岩内のそれぞれの岩に島の名前を付けるべきとの提言がなされているでここから、えー、僕の質疑の引用です複数の島の総称として列岩という名称があるだけでは極めて不十分弱いと考えます 一つ一つの島にも名前を付けるべきでありますそもそもベオネスという名前にも問題があります我が国の領土でありますからいつまでも外国の軍艦の名前にしておくのではなく日本語に由来するしっかりとした名前をつけるべきであります発言者吉田光一郎委員とある、えー、当時は、えー、尖閣諸島における中国との関係が白熱していただけにこのような提言がなされたのはよくわかるこの 吉田委員の発言が面白いのはここからさらに踏み込んで具体的名称も提言しているところで紹介してくれてるんですね。えー、鍵このビオネース列岩は周囲海域が波浪の強い海域で波浪の巣だということで別名ハロース島ハロース岩と言われているそうです中略そこでこの島々を例えばハロース列岩という名称を与え3つのエボシ型の岩について北エボシ岩中エボシ岩 南エボシーは小さな岩礁については国の命名法に倣って東小岩西上小岩などとすれば良いのではないかという提案をさせていただきます。都まあここまで私の質疑の引用ですね、えー、なんとハロース列岩当時の市原都知事も名前を付けることは大賛成でありまして責任を持ってやりたいと思いますと答えているがそれ以降名称の話は進んでいない模様 いいいうふうふには引用しててただいてるんですねこれ本当にねあの当時なんでこれ誰も質疑しないんだろうって私は思いまして、まあ、調べに調べて、えー、質疑をいたしました大体の、えー、島の地名の命名というのは国や都道府県ではなくて区市町村一番の基礎的基礎自治体と基礎的自治体に命名権が実はあ,のあるんですね、えー、ところが このビオネース列がについては所管の区市町村がないんですよ。小笠原村でもないし三宅島とか八丈島町でもない。東京都の直轄の岩なんですね。だからこそ命名権は数少ない東京都が東京都知事が命名できる非常にまあ数少ない場所なので、でそして一つ一つの岩に名前がついてないという手抜かりがあるので。 名前をつけてはどうかってこのに私は質疑をしたんですね。で、そして当時は石原都知事も大変あのまあ関心を持ってくれて「必ず責任を持っております」と言ってくれて「よしこれでこのベェヨネスっていう外国の軍艦の名前も変わるし一個一個の島というか岩にも名前やっとつくか」と喜んでいたんですが本人も知事も乗り気だったんですがそのあと知事を辞めて。 石原新党を作っっちゃったんですよね知事を辞めて始め「太陽の党で橋本徹さんと一緒に日本維新の会に合流して、えーまあ、新しい日本維新の会ってやっちゃったもんでもう、えー、命名する話はそのまま、えー、立ち消えしちゃってでその後の知事さんたちも結局ほったらかし。 僕は一番その愛国的なまあその資質を持たれている石原知事の時にしっかりと命名してほしかったなとヘンタゴリな知事に命名されてもまあ嫌だなと思って当時あの提案したことを非常にあのまあいいタイミングでいい提案したと思ってたんですけど、まあ、なかなかそれが生かされずにまあ残念であります。でまあそのえー、中江星はとかです、ね、こういういよくある えー、命名のほかに、まあ、当時僕が考えたのは、まあそのえー、地名の方,方向の名前に合わせてですね「牛虎の牛虎岩」とかですね、あのーまあ、そういう名前を「辰巳岩」とかそういう名前を付けてもいいかなとかですねあるいは外国なんかではよくあるんですが、えー、例えば、えー、都知事の名前を順番につけていってですね、まあ、例えば「吾、え、妻、ー、岩」とか「岩」とか。 見延イは嫌ですねとかですね青姉妹はこれも嫌だなあまり命名にふさわしい知事がどうなんだろうえとにかくえそういうふうにつけてもいいしとかいろいろ考えたんですがまあそのえ都議会議員といえども都知事に本会議であの本会議の議場で直接質疑をできる時間って非常に限られていてたくさんの質問したかったもんですからまあそういうのは後で命名委員会とかできたりあのー 命名の検討が始まってから改めて提案すればいいかと思って本会議の知事の一般質問では先ほどご紹介いただいた部分の紹介をしたわけです、まあ、この時には安全保障上の理由とかまあ経済的な観点とかいろんなことも申し上げたんですがまあこの本では先ほどの一番根幹のところだけですねご紹介いただいていてそんな人についてまとめられた本に吉田浩一郎の名前が そしてその質疑の内容が出てるなんて全く知らなかったもんですから、えー、まあ驚き嬉しく、えー、まあ区役所の部長さんの話を聞いて一生懸命読んだ、えー、わけであります。えー、人図鑑、清水ひさん、ち、え、ょ、ーえー、まあ皆様もあの機会があったら、えー、読まれていてはいかがでしょうかということで。 えまあ僕の政治活動がなんかあの全然知らないところで評価されて本にも載っているというお話でした以上ですまた日本の国家の主権領土領海領空、まあ、いろんなことについてですねしっかりとこれからも勉強して検討し場合によっては提案していきたいと思っております以上ですご視聴ありがとうございました